めぐぐです。今日は緊急情報ということで、パリオリンピック期間中に値上がりしてしまう公共交通料金、メトロ、バス、トラムなどの料金についてお話ししていこうと思います。7月20日から9月8日までの間、オリンピック料金として通常の料金から約倍の料金にチケットが値上がりします。こちらが料金表です。右側の赤い文字が値上がり後の料金です。こんな感じで倍の料金に値上がりしてしまいます。ですが7月20日前に購入したチケットでしたら、通常で購入した料金のままパリに来て使うことができます。でこのチケットがパリに来てからでなくても、日本にいる間に携帯でチャージすることができます。でどうやって購入するかというと、フランスにはナビゴという日本でいうスイカのようなチケットとカードがあります。それを携帯にダウンロードできるので、そこに日本にいながらチャージをしておくことができます。購入できるアプリケーションはこちらに載せておきます。ここに7月20日前にチャージをすると、値上がりする前の通常の料金でチャージすることができます。続いてチャージをする時の注意点です。まずはじめに、このナビゴは1人1枚、1アカウント1枚です。なので例えばたくさんチャージをしておいて、ご家族と一緒にシェアするということはできないので注意してください。そしてこのナビゴには1枚のチケットとか10枚綴りのカルネのチケット、乗り放題チケットをチャージできるのですが、カルネ10枚綴りをチャージするときには30枚までしかチャージができません。もしも30枚以上チャージをしたいという方は別のカードを作って、そこにチャージをしたら使えるそうです。もしもパリに来てたくさん乗るかなという方は、カルネ2枚分、20枚分チャージしておくのがおすすめです。値上がり前の料金でしたら、現地に来て値上がり後の料金で1カルネ10枚分買う料金で20枚チャージしておくことができるので、もしも20回も乗らなかったとしても、現地で1枚ずつ買ったりとかチャージし直すよりはお得に乗れるんじゃないかなと思います。続いて乗り放題と空港間のチケットについてです。まずこちらが料金表です。この料金表はすでに値上がり後の料金を表示しています。でこの乗り放題チケットについては注意が必要です。というのも、7月20日前に通常の料金でチャージをしておいて、現地に来てそれを使うということもできてしまうのですが、もしもコントロールのランダムでチケットを持っているかとか、ちゃんとしたチケットを使っているかをチェックする人が立っていて、そういう人にのチェックがあって、そこで通常料金の乗り放題チケットを使っていると分かると、容赦なく罰金を取られてしまいます。ですので7月20日から9月8日までの間に乗り放題チケットを使うという方は、ちゃんとこの期間中のお値段で買うようにしてください。そして空港間のチケットなのですが、この16ユーロっていうのがワンデーチケット、1日乗り放題のチケットと同じ料金です。でこの乗り放題チケットはゾーン1からゾーン5、空港とかディズニーランドとかベルサイユとかがある広い範囲、イルドフランス区間で乗り放題ができるチケットです。そして前回のライブでご質問いただいたのですが、空港パリ間のチケットと普通のチケット、例えば1枚のチケットとか10枚綴りのチケットを同じアカウントにチャージしたらどうやって使い分けたらいいのですかというご質問をいただいたのですが、駅員さんに聞いたら、同じ一つのナビゴに空港間のチケットと普通のチケット両方をチャージすることはできないそうです。ですのでチャージをするのはどちらかのチケットになるそうです。もしもどちらをチャージするか悩んだら、空港パリ間を移動する日がある日には、当日16ユーロで1日乗り放題のチケットを買って、それ以外の日に使う1枚チケットとか10枚綴りのチケットを事前にチャージしておくのがベストだと思います。そうすると1日乗り放題のチケットはゾーン1からゾーン5まで含まれていて、空港がその範囲内に入っているので、その日に1日乗り放題を買えば空港パリ間も行けますし、その日1日他の場所に行っても買い足すことなく乗れるので、そちらの方がお得かと思います。もう直前なのですが、7月20日から値上がりしてしまうので、この動画を見終わった後にすぐにでもチケットを買っておくことをお勧めします。
もしもご質問などありましたら、毎週月曜日日本時間の夜10時頃からパリのカフェからライブをしているので、その時にチャットでご質問いただけましたらリアルタイムでお答えすることもできます。またコメント欄にご質問いただいたらなるべくお返事できるようにしますので、そちらにもご質問を受け付けています。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画面白かったよ、ためになったよという方はぜひ LIKE ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。